青高丸は、水産研究、教育機構が所有している日本の調査船、同機構中央水産研究所に所属している。青高丸は、本州、四国沖合の太平洋で、海洋生産力調査、海洋放射能調査、海洋環境調査、漁業資源調査などの漁業に関連した、海洋調査を行っている。母校は、 神奈川県横浜市金沢区の水産研究、教育機構中央水産研究所に近い横浜市、金沢港であり、水産研究所桟橋という専用の桟橋を持つ。水産研究所桟橋は、立ち入り禁止であるが、水産研究、教育機構中央水産研究所の一般公開の、際に見学可能である。歴代の青高丸は、日本近海の貝類の調査で、 先駆的役割を果たした。1911年4月、三菱造船長崎造船所にて建造。202トン、全長34メートル。330馬力のディーゼルエンジンを動力とし、最大速力10.5ノットである。はじめは、水産講習所に所属していたが、1929年に、独立した水産試験場に移管され、 1949年の海祖によって東海区水産研究所に引き継がれた。1955年に大船と交代。1955年3月、佐世保船舶工業により建造。257トン、全長36メートル。500馬力のディーゼルエンジンを動力とし、最大速力11.8ノットである。 1970年に大戦と交代。1970年3月、薄木鉄工所により建造。494トン、全長46メートル。800馬力のディーゼルエンジン2機を動力とし、最大速力14.3ノットである。1989年の改組によって、中央水産研究所に引き継がれ、1993年、 研究所の移転に伴い手なぎ港を横浜港に移した。1994年に大戦と交代。1994年10月、三菱重工業下関造船所にて建造。主要名 ABCDEFGH 青高丸紹介ページ。水産研究、教育機構。2011年10月25日閲覧。青井高丸。未来かない。 2011年10月25日閲覧。調査観測船の船内欄について、三菱重工技法、ボリューム50ナンバー2000パ海洋特集ピアニッシモ19から23、青高丸の調査。水産研究、教育機構。2011年10月25日閲覧。中央水産研究所2011年一般公開。水産研究、 教育機構。2011年10月25日閲覧。青高丸の名前がついた買い立ち。水産研究。教育機構。2011年10月25日閲覧。中央水研ニュースナンバーワン霊ご苦労様3代目。青井高丸。よろしく新青井高丸。水産総合研究センター。2011年10月25日閲覧。 ありがとうございます。